どうしたんですか？いや、足場がな、はい、ちょっと揺れて怖いとこあるんだ。向こう反対側の、反対側、はい、結構大変だぞ。マジですか？足場ね、やっぱ効率変わるでね。あ、そうなんですか？階段もねえしよ。はい。ん？あの俺も、俺積んで持ってきたよな。あれか。はい、あそこにステージ組むんだったら階段いるだろ。テレビさん持ってきたんですか？持ってきたて。これ誰の、まあ、誰の賞なんですかこれ？大体わかる。あ、そうなんですか？大体わかる。これ誰ですか？大体これもう絶対賞じゃねえ。あ、そうなんですか？ 100% わかる。賞じゃない。はい。もう見たら現場に着いた時に足場見て、賞、はい、じゃないのが分かった。誰ですか？あーっとね、組み方ね。はい。リュウジかな。リュウジじゃなさそうだ、ね、だからもう絶対賞じゃないのはもう 100%。 あ、マジですか？まあ、絶対わかる。何がどう違うんですか？ん、組み方。あ、組み方ですか？翔くんはどういう風なんですか？翔わりかし、はい、あのいい風に組んでくんだわ。あ、そうなんですか？リュウジくんは、リュウジか。リュウジもそう、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ足場組んでかんけど、たまに部材がない時もあるんじゃない。あのダブルで組むはずがシングルで組んどるとこもあるし、はいはいはい、あ、これ多分部材なかったんじゃないかっていうの。だいたい広い敷地だったらダブルで組むんだけど、はい、シングルで組んだったとこあるで、はいはい、あ、ここだけなんでシングルだ。多分部材なかったんだろうなっていう。はい。え、誰が一番いいとこあるんですか？やっぱ翔くんですか？誰が一番いいとかあるんですか？いいの、はい、まあ、いいの、今翔が一番いいかもしれない。あ、そうなんですか？見る限りだ。へー。あーとね、組み方ね。はい。でも、多分カンタっぽいんだよね。これカンタくんなんですかね？わからん。ちょっと調べてみます。まあ、わからんけど、それっぽいじゃない。ちょっと見てみます、ね。見るとね。カンタ君でしょ。あ、だいぶ。はい。すごい、すごいですね。わからん。へえ。カンタ君の足はどうなんですか？足場自体？はい。足場自体は悪くないよ。はいはい。悪くないんだけど、はい、足りんとこが多いんだわ。組み方はいいよ。はい。組み方、あいつ一応塗装やっとったもんで。あ、そうなんですか？あ、そうなんですか？塗装やっとったもんで、最初。はい。やりやすい、やりにくい、わかるで。はい。ある程度は組んでいくんだけど、はい。部材が足りんときは多い。あれ、ここなんて組んでねえんだっていうのがある。あ、そうなんですか？だって、置いていくやつは、部材置いていくんだわ。はいはいはい。自分で組めよっていうふうに。はい。あ、足りない分は。うん、足りない分置いていっとるやつも多い。へぇ。当たり方、これで組んでくれやりや。カンタ君はあれですか、なんか痒いところに手は届くけど、そう、やりやすいに やっとるんだけど、はい、たまに足りんときは。足りんとき、あの階段とかですか？あの階段俺持ってきたんやって。え、わざわざドアまで行ってくださいって言ってきたんですか？いや、じゃあ、あの本社の解体、解体しとったもんね、よ、はい、あ、ラッキーってやつだから。足をちょっともらってくれって。はぁ、すごい、わかるんですね、やっぱり。わかるって。カンタ君。だからみんなわかると思うよ。あ、マジですか？俺じゃなくて。僕やっぱ個性出るんですか？そうそう、出とる。へぇ。じゃあ、ミッチーくんは？あ、ミッチーはいいよ、足場。あ、いいんですか？いいミッチーとか、あとトシか。はいはいはい。まあ、やっぱり。きれいなんですか？わかる。へぇ。なんかミッチー、なんかの動画で、俺は絶対に置いてかないみたいな資材を。って言ってました。あ、資材か。はい。あ、資材置いてかんな。絶対俺置いてかないって言って。もうなんか。本当にどこでも塗りやすいところを作るみたいなこと言ってましたね。あ、塗りやすい足場を作りたいみたいな、もう脚立すら使わせないぐらいの勢いみたいな感じで言ってましたよ。俺が目指してる足場っていうのは、はい、脚立を使わない足場、それが足場なんですよ。だって材料も絶対あのみんなに置いていくなっていう、脚立を使わない足場っていうのが俺はもう足場だと思ってるんで。確かにそう。あ、そうなんですか？絶対誰もやってかん足場だったね。はい、一回入ったらもうミッチしかやってかんやり方があったわ。
あ、そうなの、これ誰だと思って、こんな足場今までないぞと思って、はいはいはい、見たら道だった、確かにやりやすい。あ、そうなんですか。あの、キャラ立つ本当にいらん、玄関とか、はい、ほー、すごい、やりやすいように組んでた。あ、マジですか、うん、彼は自分の写ってる動画しか見ないんで、まあだろうな、このメッセージは届かないですけど、まあ確かに綺麗だった。あんまり綺麗と俺やりたいんだ、はい、やりたいんだ、やりたいんだ、はい、あ、元足場っすよね、それ元足場紹介ですもんね。俺、はい、俺やってねえって。え、なんか一瞬、なんかちょっとやってたって言ってませんでしたっけ。ここで、ここじゃないです、昔。あ、昔だ、昔、はい、すぐやめた、すぐやめた。あ、じゃあ、ルーフ、はい、カーボードとかあるところはもう簡単だったらすぐ上がる。え、いいんですか。うん、あ、そうなんですか。そのポリカ出たところあるか、はい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 、あの辺はもう個性出とるで、あいつが来ると。はぁ、めちゃくちゃ綺麗なんですか。いや、やりやすい。あ、これカンタだな。もうそれがあったとこはもうカンタってすぐ上がる。はぁ、マジですか。カーボードのとこ来るとき、まあ人によってあるでね、はい、カンタは綺麗に。どういう感じなんですか。ね、あの、カーボードこういう風になっとるが、はいはいはい、で、このギリギリで釣ったるんだ。はい、ギリギリで釣ったんだ。あの、カーボード外すなり下まで行くけど、はいはいはい、あのカーボード外さん場合この辺で釣ったんだ、はい、ギリギリで、はい、で、そこにアンチがあるわ、はいはい、だから、ね、座ってできるんだ。へぇ、だから幼女もこうやって座ってできるんだけど、はい、違うよ、変なやつが組んできてよ、位置が全然高かったりよ、はい、こうやってやらなかったこうやってねーってやらなかったはい、こうやってカウンターに乗り出さなかった。あ、その乗らなかった時もあるんだ。カーボードに、カーボードの骨の組み、はい、に乗らなかった時結構あれ割るんだって。あ、そうなんですか。ちょっとずれると、はい、割れるもんで大変なんだって。ちなみに誰が一番下手くそなんですか、カッコと。誰が入ってる下手くそ下手くそって言えん。この人苦手だなみたいな人。あ、ね、誰ですか。カーポート苦手だな。カーポートの苦手なんだけど、カンタ以外みんな苦手じゃない。あ、そうなんですか。カンタの時だけしかないんだわ。やりやすいのはすごいですね、カンタ。へぇ、一番上はそのまま組んであるけど、はい、二段目はカーポートがあると、はい、組んでないところが多いんだわ。はいはいはい、でも乗ってかな感じだって。へぇ、あいつの場合違う、ちゃんと組んであるんだ、はい、そうなると座って移動できるんだ。はい、ほぉーこれですごい。だからそうやって言われたもん。え、カンタ自体に なんて言われたんですか。これだと座ってできる人の目やって。かっこいいですね、やっぱり。だからやっとったもんで分かるんじゃない。あー、すごいですね、やっぱ顔だけじゃない、うん、ないっすね。俺はこんな組み方しないっすねって誰かの足場組んだやつ言っとったわ。あ、ですか。僕はこんな組み方しないっすねってたまに材料足りないけど材料って余分に組んで持ってかへんかここ釣ったのもんで、ここはいいと思うよ。いや、安かったよ、ここは。あそこの足場釣ったもんで、はい、コンコンって、そこのベランダの、そうそう、ベランダの外側、はいはい、ちょうど立ち位置が濡れる位置だもんで、はい、やりやすい、やりやすいかな、こっちは。あ、やっぱそういうとこだと、やっぱカンタ君と育ってたからみたいな、分かるんじゃない。あ、この位置だと立ってできるとか、はいはい、俺だと座ってできるなって。ただやりにくいとこもあるぞあ、マジですか。やりにくいとこもあると、向こうだって。こっち側ですか。こっち側、これどれ濃いね、ここ一番上が上がる。どれ揺れるんだって。うん、揺れんと絞っとんだって。はい、ネット縛ったんだって、揺れるで。あ、はいはいはい、危ねえんだって。一度目めちゃくちゃない、ブーンって向こうまで行くね。マジですか。だってこの状態でやったて、縛って、うん、全部巻いとくと危ねえ。あ、もう風とかで、風で危ねえ。ここも釣ったら一番いいんだけど、はい、まあ、僕人によってやり方違うんだ、はいはい、まあ、釣るやつもおるけど、か、足落としたよか、借りて、まあ、極力カニようにはしとるんだろうね。あ、多分そう、そうですね。でも、あ、ここ、さらちなもんでいいわね。隣の敷地に何か入るとかだとちょっといやらしいだろうけど、はい、ここ何かやっとるわけじゃなく、洗濯干すだけだね。そうですね。え、釣るっていうのは、あ、そう。そう、下がないってこと。下がないってこと。横で真ん中でつなげとる。へぇ、ここもそれだと多分そんなに揺れんと思うよ。あ、そうなんですか。なんかできなかった理由があるんですかね。ん、できなかった理由があるんですかね。やらなかった理由。多分部材がなかったから。釣るこっちで使っとるでしょ、はいはい、そこまで持ってきてないから。あ、そういうことか。あ、しかも大変だぞ。大変ですね。
あんなハンマーで打ってやっとるだけだろうっていうやつおるけど、いますね。あの考えて組んでいかなきゃ、ね、大変だぞ。逆にうわこれこいつここ苦手だなとかもあるんですか。こいつこういうの苦手なんだよなみたいなのもあるんですか。こういうの苦手、苦手なんだろうなみたいな。あー苦手なところの見方が、はい、ああるだろうとかも分かるんですか。だいたい似たような組み方しとるけど、はい、あいつが入った後ここ絶対来てねとかってやつ、はいはいはい、あそこまでか、そこまでは分かんないですか。そこまで言うと、はい、もう完全に NG だ。あります ありますん。いやいいや苦手なやつか、あの多分昭和よ、あの近い足場と壁が近い時が、あそのあのちょっと入り組んどるとこ、はい、これなってるとことか近いんだわ、はい。あ、そうなんですか。これ雨のどうやって塗るんだっていう、はいはい、もう一個外に出せよっていう、はい、大体みんな似たような味が食うけど、はい、あの個人的に個性出てるとこはあるで、あここはこういうやり方するんだなっていう。だから難しいと思うよ。足場が組むやつとは塗装が組む足場やっぱ違うもんでさ、はいはいはい、自分ら塗ってかなかもんで、塗りやすいようにやっぱ俺らは組むんだけど、はい、だからいやそこまで考えてかんのじゃない。まあそうですね、塗りやすいようにはあの早く叩いて次行くっていう、一日これ組んだら悪いっていうわけじゃないが、はい、そんなもんで難しいんじゃない。大変ですよね、うん、ある程度走らんと、はい、次行けんのじゃん。バラすのは早いけどな、組むのは結構考えて組まないからな、はいはいはい、難しいと思うよ実際組むとなると。こんなもんだな、はい、次は養生動画で会おうか。そうですね、めちゃくちゃ撮りたいですね、うん、ここ撮りに来るかなと思ったらちょっと予定があれ来ねえかよ。まさかブッチしやがったなっていう。そうですね、養生取りたいですね。結構こだわってますもんね。うん、多分誰も出してないでしょ。誰も出してないと思います多分。マッチングアプリ、はい、俺はやってねえけど、はい、あれはなんだろう。次は養生動画で会おうかな。はい、わかりました。じゃあまた次の動画で会おう。Yeah.